氷川きよし背中パックリドレス姿、金髪ショート美しい、最高にかっこいい、AI で変身。歌手の氷川きよしさん、47、がインスタグラムに金髪のショートヘアや背中がパクリ開いたドレス姿を投稿しました。氷川さんは、今流行りの AI をやってみました。ショート AI に画像加工であることを明かすと、SNS 上では、美しい。 最高にかっこいい、木村しのさんかと思った、と美形女優になぞらえて、氷川さんの美貌を称える声が相次ぎました。写真、美しい、背中がパックリ開いたドレス姿の氷川きよしさん。AI 加工した写真は、金髪ショートにメイクを施したフェミニンな一枚や、モノクロ映画のヒロインのようなドレス姿の見返り美人。 一転してビシッと三つ揃いのブラックスーツで決めたショットの計三枚。氷川は2000年に箱根八里の半次郎で歌手デビューし、23年連続で紅白歌合戦に出場するなど演歌界を代表する存在でしたが、2023年から歌手活動を一時休止していました。2024年4月に自ら事務所を設立し、 8月にデビュー25周年ツアー初日公演を行い、1年8ヶ月ぶりにステージに復帰しました。